格好でいいですよ。1、2、3、4、5、5の旅館、卓球できるスペース。ラケット、物差し、コテ、軍手、おまる。ジョー君の勝ち。トイレ、僕はトイレ。トイレですね。さあ皆さん、寝床は決まりましたけども、はい、もう一つここでお知らせでございます。今はですね、夜中の0時30分でございますね、はい、12時半でございます、はい、で、僕たちが泊まる部屋の真ん中に目覚まし時計を一つだけ置いておきます。で、朝6時に目覚ましが鳴ります、はい、ジリリリリと鳴りますので、鳴ったら最初に起きた人ですね、起きた人はすぐに目覚ましを止めて、残りのメンバーを 寝起きレポートしながら起こしてください。ナニファムの方々にですね、レアな寝起き姿をお見せするという。一番最初に起きた人が、あ、それを押すの。そうです、それを押して、でカメラを持って一人一人メンバーのところに行って寝起きリポートをする。確実に布団組しかおらない。察してこの光の入り方は6時からで、もう入っていくしかない。野生の感的なやつな。はい、そういうことなので、それでは各自寝る準備をいたしましょう。はいはい、はい、
何静かにしてください。おはようございます。でもすごいお水が垂れてきた。でもこれです、うん、水です。お水です。いや、おはよう水です。おはよう水。おはようございます。おはよう水です。おはよう水です。おはよう水さんや。おはよう水です。山形県でおはよう水さんとお出まし。おはよう水です。いや、ちょっと寝てて。手術です。待って。手術です。寝る。はい。ん？どこ？気づいてない。気づいてない。ピアス。ピアスしてるから。いっちゃう。おはようございます。おはようございます。ちょっと寝る。寝袋組を腰に行きますよ、ほら。全員で行くってことね。OK。わかった、起きる。起きるから許して。わかった。しちゃいます。まあでも、なんかスライムの企画やりたいって言ったよね。ジョー君。言ってたな、なんかスライムやな。YouTube といえばスライムでしょ。うん、って言ってたね。うん、皆さん起きました？ちょっと、大橋くん顔にスライムを。やばい。よし、あと1分しかないから、パッていくぞ。セクシーすぎだよ。なんか夢見てて、うん、夢とそのお水が連動して。お水？そう、お水めっちゃ冷たいねんけど、夢の中で。落書き、洗濯バサミ。俺も、ちょ、1個言っていい？じゃ手術。手術言ってた。俺ここ挟まれてたやん、うん、全く分からなかった最初。マジ？ピアスやって、うん、ピアスしてるから。じゃあで、そこを買って、ここが一番痛かったんけど。痛すぎる。なんか挟まれた時じゃ、だからあの、こうやされたら痛くないんだけど、さ、つま先ぐらいこうやってされてさ、痛い。つま先痛い。じゃあ
あの外の公園な。そうやね。え、じゃあどうします？普通に起こします？何をだろう。これがあります。寝起きアイテムご自由にお使いください。いや、どれ使った？全部使った。マジックも。うん。何で起こそう。今思考停止してる。よっしゃ、よそ、もう一回行こっか。じゃあ行こう。うん。おぎでぇー。すみません。おぎでぇー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 。おぎでぇなぁ。起きてる。起きたよ。起きたよ。おはよう。おはよう。いいえ、すげえな。おはようございます。おはようございます。どうでしたか、寝心地は。結構ええ感じで。じゃあちょっと今から散歩に行きますか。ちょっと、さあ、ここがかの有名な、景色が綺麗と噂の義経大橋でございます。義経大橋、はい、いや気持ちいいですね。お、義経さんやん。義経さん、義経さん、義経さん。おー綺麗な。すごい綺麗。まず綺麗。大きいやん。いいね。正直今車の音もないわけや。うん、カーの音だけ、自然の音。うん、目覚めるわ、ここおったら。これ、着替えてよかったね。着替えよかったらやばかったかも。やばかったわ、これ。あ、皆さん、もうすぐ義経大橋が終わっちゃいますね。義経さん、義経や。じゃあ、一通り散歩も終わったということで、はい、今から朝ごはん食べて、いいね、東京帰りますか。イエーイ。おーい、食べよう食べよう。さあ、朝食を用意していただきました。ありがとうございます。ごまかほう、すごいね。おっそ、うん、食べていきますかね。はい、はい、じゃあ手を合わせて、はい、いただきます。いただきます。いやー、豪華やね。これ何？これは牛乳かな。これ牛乳。うん、牛乳美味しい。美味しい。美味しい。どうでした、今回の食べは。皆さん楽しかった。楽しかったね。朝起きた時にはこうどっと疲れてる感がやっぱり楽しさを物語った。確かにね。もう全身震えてるやん。え、ヘルキにしてる。俺は床で寝たからめっちゃ痛い、ね、すごい楽しかったんで、うん、なんかまた行きたいですね、うん、そうね、そうやね。次こそは全員で部屋で寝ような。そうね。それはそうや。だんだん減ってきてるから今、うん、最後一人になるんじゃん。うまいで。動かやって想像してへんかったよ。どうやってね、お家的に。結構分かる。はい、ないの、うん、一般のお客さんには分かった。はいはいはい。けど旅館のさ、床はカーペットちょっと引いてくれて、はいはい、まだ間高かった。なるほどね。ジャンプやもんのとこなかなかやったんじゃん。むずい寝方が。うん、いって。何が世界。で、俺が編み出したのが、あの浴室の少し段差にあの服を丸めて枕作って、ええ感じでこう寝るっていう。
マジ、けど卓球全員トータルで80試合ぐらいしてんじゃん。何分だろ。ちょやったらしてる。何時に寝たんですか。3時半ぐらい。30万やば。一番白熱してるからちょっと話してる。流星負けたらギー音だもんな。なんかめっちゃ楽しんじた。ちょっと出るんですか。あ、じゃあ俺らの携帯撮ってるかも。卓球合宿みたいになってた。そうだね。お仕事頑張って、うん、いつか海外とか行ったりとか。そうね。あとまた温泉旅行もしたいですね。うん、はい、うん。じゃあちょっとリーダー、旅の締めの一言。締めの一言ですか。はい、お願いします。楽しんでこそ。はい、こ。楽しんでこそ僕たちは。一歩歩む。その心は。その心は。何でも楽しんで、仕事もプライベートも楽しんで、前に前に進む。団結力も増やす。これ一番いいなんじゃないかなと思って。じゃないか。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今回はね、ミッチーのご報告企画として、ミッチーがね、こう、いろんなことを考えながら、提案しながら、はい、この旅が完成したと思いますけど、はい、どうでした？いやもう、率直にめちゃくちゃ楽しかったですし、もう、なんかこう、7人それぞれのこう空気感とか、普段ですね、こういう空気が流れてるんだろうっていうのを、ファンの皆さんに改めてこう、なんて言うんでしょう、伝わったんじゃないかなと思いますし、うん、何よりもこう、めちゃくちゃ体を動かした一日で、だったんで、なにわ男子らしさが出たんじゃないかなって思う、うん、あのご褒美企画だったんじゃないかなと思う。僕はすごく大満足でございます。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、以上なにわ男子でした。チャンネル登録よろしく。グッドボタンもよろしく。卓球もよろしく。今も見せてや、ちゃんとこの卓球お願いしますよ。見たよ。今ちょうど、今流れてる、ちょうど。うまい。おうまい。ジョー君、いい卓球だったやろ。シェイ。おうまい、おうまい、おうまい。やれで。いいよ、ジューチュー。うまい、うまい、ジューチュー、うまい。勝てるよ。ジョー君、やばい。負けるんじゃ。